帯に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクト in 佐賀。さあ今回はこちらです。有明海の未来を考えるために集まった有明海干潟調査隊の子どもたち。今回のミッションは東岡干潟での調査のようですぞ。お、日が差すで行うんですね。皆さんおはようございます。今日は日が差すでたくさん学んでいってくださいね。頑張りましょう。はい、どうぞ。はい、続々と子どもたちが集まってきましたぞ。今回の調査隊の目的は、有明海はこうイメージとしては再生っていうイメージがこうあるんですけども、そうではなくて、子どもたちってもともとの有明海の姿を知らないんですよね。なので新たな発想のもとに、有明海をどうしていくかっていうのを考えてもらいたいということで企画をしました。そして佐賀大学農学部准教授の郡山先生からは干潟についてみっちりと学びましたぞ。お、続いては日が差すの見学ですかな。ムツゴロウさんもね、見かけられます。小学で見れますので、タオルバッグ。みんな興味津々。さあ、体験学習の時間のようですよ。トングを持ってゴミ調査ですな。おい、見て見てこれ。歯ブラシあるやん。佐賀県特有のですね、有明海とか干潟とか、まあ、ここにしかいない生き物とか植物とか、またここの特有の環境というのがありますと、子どもたちがまずこの地域に興味を持ってもらってですね、で、まあ、大人になったらまた次の子どもたちにどんどんこうつなげていってもらいたいというふうに思っています。次はお待ちかね、生き物調査ですね。ちぎれた？ちぎれた。調査の後はしっかりまとめて復習するんだね。えらい。岸から沖に行くにつれて生物が増えていくということが分かりました。素敵な生き物がたくさんいるなって思いました。自由研究などに生かしたいです。浅くなるにつれて住んでいる虫も少なくなるということを知りました。楽しかったです。人間が出したゴミがこんなに散らかってるんだなと思って、肉のゴミを出さないように努力していきたいです。よし、みんなでこれからも有明海を守っていこう。海と日本。